北一期、北一期、北一期、本名、北照次郎、1883年、明治16年4月3日から1937年、昭和12年8月19日は、戦前の日本の思想家、社会運動家、国家社会主義者、2.26事件を引き起こした、行動派青年将校の理論的指導者として、逮捕され、軍法会議にかけられ、 死刑判決を受け軽視した。1883年、明治16年4月3日、新潟県佐渡郡両津港町、現、佐渡市、両津港の酒造業、北慶太郎とつまり区の長男テルジとして生まれる。父慶太郎は、初代両津町長を務めた人物で2歳下の、弟は、衆議院議員の北銀吉。他に4歳上の姉と、4歳下の弟がいた。 1897年、明治30年に前年に創設されたばかりの旧制佐渡中学校、新生、佐渡高校に1回生として入学。翌1898年、明治31年に飛び級試験を受け、3年生に進級する。1899年、明治32年に、眼病のため帝大病院に入院し、夏頃まで東京に滞在した。 1900年、明治33年に難病による学業不振のため5年生への進級に失敗し、さらに父の家業が傾いたことも重なり退学した。1901年、明治34年には、新潟の眼科院に7ヶ月間入院した。上京し、高徳周水や堺井市彦ら平民社の運動に関心を持ち、社会主義思想に接近した。1九百三年、 明治36年に父が死去。10月、テルジローと改名した。森友育が創刊した佐渡新聞史上に次々と日露改戦論、国体論批判などの論文を発表。国家や帝国主義に否定的だった皇徳たちと一線を隠し、国家を前提とした社会主義を構想するようになる。北は国家における国民と天皇の関係に注目し、 国民対抗室の歴史的観察で、天皇は国民に近い家族のような存在だと反論。たった二日で連載中止となった。弟霊吉が、早稲田大学に入学すると、その後を、追うように上京、同大学の政治経済学部制となる。あ馬長長や穂積やつかといった学者の講義を聴講し、著書を読破すると、さらに図書館に通い詰めて、社会科学や、 思想関連の本を読んで抜き機器を作り、独学で研究を進める。1906年、明治39年に、諸女作、国体論及び純正社会主義、国定論及び純正社会主義刊行。第二本帝国憲法における天皇制を批判した、この本は、発売から5日で、発禁処分となり、北自身は、要注意人物とされ、警察の監視対象となった。 内容は、法学、哲学、政治学、経済学、生物学など多岐にわたるが、それらを個別に論ずるのではなく、統一的に論ずることによって、学問の体系化を試みたところに特徴があった。すなわち、北一期の純正社会主義なる理念は、人間と社会についての一般理論を目指した、ものであった。その書において最も力を入れたのが、通俗的、 国体論の破壊であった。著書が発禁となる失意の中で、北は宮崎当店らの革命評論者同人と知り合い、交流を深めるようになり、中国革命同盟会に入党、以後革命運動に身を投じる。1911年、明治44年に、ま淵康、鈴子と知り合う。同年10月、総教人からの伝報により、国流会。 自治月箱特派員記者として、上海に行き、総教人のもとに身を寄せた。1913年、大正2年、中華民国2年3月22日、農林総長であった、総教人が上海北停車場で暗殺され、その犯人が孫文であると新聞などにも発表した、ため、4月上海日本総領事館の総領事、有吉明に3年間の耐震命令を受け帰国した。 この経験は品革命会社としてまとめられ出版される。この中で第一次世界大戦で日本が大化十一過剰要求を中国に認めさせたことを批判している。1916年大正五年にまぶ康やと入籍、上海の北市線路にある日本人の委員に行った。この頃から一気と名乗る。1919 19年大正八年。 中華民国8年そこに出入りしていた、清水光之助、岩田富雄らが、日華総愛会の顧問を約40日の断食後に、国家改造案原理大綱、ガリバン47部、日本改造法案大綱と1923年に、改題を書き上げていた北に依頼した。1920年、大正9年、中華民国9年8月、 上海を訪問した大川周明や三川亀太郎らによって帰国を要請され12月31日に清水光之助と共に帰国。1921年大正10年1月4日からなおアリ社の中核的存在として国家改造運動に関わるようになる。1923年大正12年なおアリ社が解散。日本改造法案大綱が改造者から 出版法違反なるも一部不正事で発刊された。これは、議会を通した改造に限界を感じ、軍事革命イコールクーデターによる改造を悟し、2.26、事件の首謀者である、青年将校の村中隆二、磯部朝一栗原康秀、中橋元明に影響を与えた。また、私有財産や土地に、一定の制限を設け、資本の集中を防ぎ、 さらに家族制度にも触れ、特権階級が天皇と国民を隔てる、反平だと指摘、その撤去を主張した。この頃東京、仙駄谷後に、牛込ランド町に転居し、母陸の名、いとこのむつを、家事手伝いとして暮らした。1926年、大正15年安田教祭生命事件、北の古文の清水幸之助が、地染めの着物を着て、 安田生命に現れ、会社を威嚇した。同年、北は十五銀行が財産を利私欲に乱用し、経営が乱脈を極めていると攻撃するパンフレットを作成し、各方面にばらまいた。北の影響下にある軍人、右翼からのテロを恐れた財閥は、北に対して、情報量名目の賄賂を送った。北は、堂々たる邸宅、豪華な生活を送り、祭祀三人外に、 女中三人、自動車運転手一人等をまかなった。同年、区内省海文書事件で逮捕。翌1927年、昭和2年に保釈された。1936年、昭和11年2.26事件で逮捕。1937年、昭和12年8月14日、民間人にもかかわらず、特設軍法会議で2.26事件の理論的。 指導者のうちの一人とされ、死刑判決を受ける。五日後の八月十九日、事件の首謀者の一人とされた、陸軍軍人の西田勢と共に銃殺刑に処された。自制の区は、若殿に株と取られて、負け戦。あ、幼名は、テルジ、二十歳の時、輝次郎と改名。1911年、明治四十四年中国の侵害革命に参加し、総教人など、 中国人革命家との交わりを深め、中国風の北一期を名乗るようになった。右目は義眼であった。早稲田大学文科長校生の時に階級制度の廃止や労働組合の組織等を社会主義に傾倒する。北は国家社会主義者として、1906年、明治39年23歳の時、1ページに及ぶ諸女作国体論及び、 純正社会主義を刊行し、大日本帝国憲法における天皇制を激しく批判した。内務省はこれを危険失踪とみなし、直ちに発売禁止処分とし、北は要注意人物として警察の監視対象となった。日本国内での発言と行動の場を奪われた北は、宮崎東天に誘われ、孫文らの中国同盟会に入り、1911年、 明治四十四年中国の侵害革命に、総教人らと共に身を投じることとなった。1920年、大正九年十二月三十一日、北は中国から帰国したが、この頃から第一次世界大戦の戦後強行による経済悪化など社会が不安定化し、そうした中で1923年、大正十二年に日本改造法案綱を刊行し、 国家改造を主張した。その後、1936年に2.26事件が発生すると政府は事件を起こした青年将校が日本改造法案大綱そして国家改造に眼下されて決起したという認識から事件に直接関与しなかった北を逮捕した。当時の軍部や政府は北を事件の理論的指導者の一人であるとして民間人にもかかわらず 特設軍法会議にかけ、非公開、弁護人なし、一申請の上告不可のも事件の翌九百三十七年、昭和十二年八月十四日に、反乱罪の司会として、死刑判決を出した二点二六事件背後、関係初段。死刑判決の五日後、事件の首謀者の一人とされた、陸軍予備役の西田光倉と共に、東京陸軍刑務所で、北は、 重殺刑に処された。この事件に指揮、先導といった関与をしていない北の死刑判決は極めて重い処分となった。なお、北は侵害革命の直接体系をもとに、1915年、大正4年から1916年にかけて、品革命外史を執筆、総行し、日本の対中外交の転換を促したことでも知られる。 大熊重信総理大臣や政府要人たちへの入り説の書として書き上げた。また、日蓮宗の熱狂的信者としても有名である。中国革命家単人、大鳥の維持を養子として引き取る。なお、北大器とし、死後彼に遺書を残す。明治維新の本義は民主主義にあると主張し、大日本帝国憲法における天皇制を激しく批判した。すなわち、 天皇の国民ではなく、国民の天皇であるとした。国家体制は、基本的人権が尊重され、言論の自由が保障され、家族や、貴族院に見られる、階級制度は本来存在せず、また、男女平等社会、男女共同政治三角社会など、これらが、明治維新の本質ではなかったのかとして、再度、この達成に向け、維新革命。 国家改造が必要であると主張した。1906年、明治39年23歳の時に、すべての社会的諸科学、すなわち経済学、倫理学、社会学、歴史学、法理学、政治学、及び生物学、哲学等の統一的知識の上に、社会民主主義を樹立せんとしたことなりとして、第二本帝国憲法における、 天皇制を批判する内容も兼ねた国体論及び純正社会主義を表し、社会主義者川上はじめや福田徳造に称賛され、また日本改造法案大綱では、クーデター憲法停止の後、戒厳令を指揮、強権による国家社会主義的な生態の導入を主張していた。故に北を革命家と見る意見がある。同時に北は 日本改造法案大綱を書いた目的と心境について左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考えと述している。花田清照は北をホームラン制の大ファウルと評している。また坂野順次は当時北だけが歴史論としては反天皇制で社会民主主義を唱えたと述べ日本人は 中訓愛国の国民だというが、歴史上日本人は中訓であったことは、ほとんどなく、歴代の権力者は皆天皇の三奪者であると、北の論史を紹介した上で、尊能上位を思想的基礎としていた、板垣大輔や中江町民、また天皇制を容認していた、三延達吉や吉野作造と比べても、北の方がずっと人民主義であると評した。また、 北は、北ッ行読書を心霊術の玉章し、英福虎蔵に指導され、日頃から大きな声で度胸していたことがよく知られている。北一騎は、流尊の号を持つ。弟の銀吉によると、南無明法蓮華行と数回となえかみがかり、玉川稲荷になったという。北の日蓮理会や北ッ行系の契機などは、彼の天皇官と共に依然として定説がない。 NHK 特集2作品、プロデューサー中田誠一、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。